こんにちは。トランスカウンセリングヒーラーのまさこです。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。ベランダのバラたちが続々と咲き始めましたので、今日は一部剪定したバラたちと共にお届けしたいと思います。こちらのオレンジ色のバラは日仏チャリティーローズの絆。こちらの白いバラは以前の動画でお伝えしたラマルク、ノアゼットのラマルクです。ラマルクについては以前の動画でもお伝えしています。概要欄に貼っておきますので、よろしければそちらもお楽しみください。こちらの紫色は、ずっと植えっぱなしのクレマチスです。で、こちらのピンクのバラはイングリッシュローズのエグランティン雅子です。今日はこちらアプリコット色からサーモン色のロゼット咲きになる日仏チャリティーローズの絆についてお伝えしたいと思います。今年はとても綺麗なつぼみをたくさんつけてくれたんですけれども、今日は雨が降って風が強かったので、咲き切る前に剪定していきました。シュラブローズでロゼット咲きになります。とても良い香りがします。2012年にフランスのマサド氏によって作出されました。2011年の東日本大震災の直後に、フランスオールドローズ協会の申し出により、世界的に有名なフランス人の育種家であるドミニク・マサド氏が作出した東北の被災地のために贈られたバラです。NPO 法人日仏チャリティーローズ絆を通して、売上の収益金の一部を復興支援のために役立てられているっていうことで、ただ美しいだけではなく、地球の人たちに希望と勇気を与える象徴的な存在なので、私のベランダのバラたちの中では比較的新しいバラなんですが、こちらは即購入して大切に育て始めました。この花を見ることで、日本とフランスのつながりや尊重し合い、協力し合うことの大切さを思い出すことができます。世界に広がる協力の精神を育み、希望と勇気を持つことができます。こちらのアプリコットの色は、桜色、オレンジ色、黄色が変わったような温かみのある色合いです。チャクラとの関連性から考えると、第二チャクラ、丹田のあたりのチャクラです。第二チャクラは創造性、感情などを司る情熱チャクラであり、アプリコットの色の花はこのチャクラを刺激し、バランスを整える効果が期待されます。柔らかく温かみのある色合いであるため、ストレス解消や癒しの効果もあると言われています。この色の花を見たり触れたりすることで、ご自身の内面に向き合うきっかけとなることも期待できます。アプリコット色の花には愛情や思いやりを表現する力があるとされています。コミュニケーション能力や人間関係の改善にも役立ちます。アプリコット色のバラは優しさや温かみを表現するのにぴったりの花であるとともに、内面の美しさを大切にすることを象徴する花でもあります。この美しさや魅力を通して見る人の心を癒し、元気になってもらえると嬉しいです。オレンジ色のバラが登場したのは9年ほど前とも言われています。赤と黄色のバラを交配させて生まれたオレンジ色のバラは、従来からのバラの色と比較すればモダンで印象的な色でした。花言葉は情熱、絆という素晴らしい花言葉があります。さらに何かを成し遂げたい方にぴったりな誇りや結婚や出産のお祝いにも贈られる幸多かれといった花言葉もあります。爽やか、無邪気という言葉もあるので、幅広いシーンで贈られるバラです。愛や美の花言葉を持つバラが、世界に広がる愛と豊かさと協力の精神を育み、希望と勇気をもたらすことを願っています。これからゴールデンウィークに入りますが、5月はバラの季節です。公園やバラ園などでバラを楽しんで、人々の心を癒し、
世界に平和が訪れますようにお祈りいたします。この動画では人生100年時代に健康長寿で自己実現し続けるために、植物の力で心身を癒し、あなたらしく輝けますように、植物のピュアなエネルギーとともにお届けしています。それでは今日も良い一日をお過ごしください。ご視聴ありがとうございました。